はい、どうも、マグマグマグロンと申します。今回は、今は10月の14日の動画になっております。今ね、もう、実はね、さらっとやっちゃったの。ね、デイリーとかもね、こういうのもやってあるんですが、ちょっとね、帰ってきてすぐにプレイしました。スカットバトル。今日はね、水戸戦、水戸対東京ヴェルディを見にね、水戸まで行っちゃったんで、実はね、試合をやってないんですね。で、さっきね、ちょっと4試合やったんですね。で、今この4試合が今表示されてて、さらに1時間半後にまた更新されるって書いてあるんですが、今のマグのランクがこちら。ゴールド1でございます。24,270。で、あと2000、700稼げばエリート3まではいけるんですが、マグは、セミプロでやってるので、どう頑張ってもね、700ちょいしかいかないんですね。だから、やっても2800。で、1時間半はもう私は寝ちゃうので、今回、エリートはもう諦めて、すっぱりここでやめようと、そういう報告動画でございます。なので、1万6000を下回ることはもうないので、もうこれでね、もう諦めて、寝ちゃおうと思います。やっぱりね、今日、水戸に行ってね、12試合ちゃんと回してれば、エリート行けたかもしれないですね。だから、マグみたいにセミプロでやっている一人用で、ね、チキンにプレイしている人でも、エリート3までならね、なんかやれそうな気しますね。ちゃんと、全試合ちゃんとこなしてればね。それこなしてる人たちですよね、これが。ね、当たり前のようにね。あ、でも試合数少なくてもこんな上にいるってことは、実力ですよね。実力がすごいんでしょうね。まあ、10万までいくんですね、1位の人なんか見るとね。まあ、ウィキとかにも書いてあったように、多分、レジェンドとかでプレイできる人でしょうね。マグには残念ながら、そんな実力はないものですから、セミプロで遊んでいきたいと思います。というわけでね、今回は、何にも、結局、本来はね、今回、編成チャレンジをね、ちょっとやりたかったんですけど、なんか売却してる。あ、この間の、監督で重複した人売れたんですね。あ、よかったよかった。話がどっか飛んでっちゃったよ。本当はね、今後ちょっとチーム編成チャレンジ、こちらを、まあ、最初はまずベーシックからやっていって、みたいなね、ここら辺のはやれるとは思えないですけども、ちょっとね、遊びはしたいですよね。アップグレードとかもあるんですね。不要なゴールド選手を交換して、レアゴールド選手2個が入ったパックを、って書いてあるんですけど。選手数、あ、なるほどね。11枚いらないゴールドがあったら、それをこうやってやれるんですね。このためだけに、ゴールドの選手を買うってのはバカなのかな？どうなんでしょう？ 一番安いとだいたい300ぐらいで取れる。それを3300コインでこっち引いた方がいいと思います？それとも3300コインでパックを買った方が安いの？どっちなの？そこら辺のね、そういうのもわかんないんだ。ちょっと見てみましょうか。あ、めちゃめちゃ高いですね、こっちの方がね。それなら、さっきのパック自分で作った方が良さそうですよね。ああ、なるほどね。そういうこともあるんですね。まあ、ちょっと、暇こいてる時にここでいじってみようかな。で、マグはね、転売とかもね、やってないんでね。そういうところもね、ちょっとね、お勉強はしてるんですよ。お勉強はしてるんですけども、なかなか手が出せないと。そういうところなんですね。で、今回は、月曜日のね、報酬を引く動画になっております。
なので今はここはね、その尺を稼いでるんですね。ちょっとね、ただ弾くだけじゃつまんないので、今の現状、マグの現状のご報告ということにさせていただきます。はい、じゃあちょっと一旦カット。じゃあちょっとね、マグの現状をお伝えしましょう。今、マグはセミプロっていうね、かなり低い難易度で遊んでるんですけど、なんとなくね、選手が揃ってきました。なので、ちょっと自分のチームを紹介します。ね、こちらがアーセナルチームでございます。まあ、ゼフ、でもエルネニーがね、モンレアルがね、そこら辺でプレイしてるんでね、ちょっとね、さらっと今度、引こうかな。ここら辺は欲しいんで、自分でちゃんと自前でね、選手揃えたいと思います。フォワードもいないんだもんね。で、控えは、もう一つのチームのレギュラーが全員控えに入ってて、選手交代は一切しません。というわけで、じゃあ、もう一個の、対になっているもう一個のチームってのがこちら、プレミアリーグですね。これはプレミアリーグが好きなんでね。アーセナル以外の試合も見るんですけど、ちょっとね、足りないポジションがありますね。ここら辺の、ナチョ、モンレアルじゃない、ナチョ・フェルナンデスとか、サカイとかは、プレミアじゃないんですけどね。ちょっと揃わなかったんで、こうなってます。まあ、そのうちここもね、やっぱり買うかもしれないですね。で、これが、マグのセカンドチーム。そしてもう一個が、スカットバトルって4チームと試合するんで、全部回して遊んでます。はい、これが、その他ですね。まあ、どうなんですかね。その後、やってたら、もしかしたらまた、ドイツ縛りとか、そういうのもやってもいいかもしれないですね。はい、ちょっとね、安定の動画が破損するっていう形になっております。はい、じゃあ、もう一個のチームも見てみましょう。ちょっとチーム名、銀になってるけど。これがね、スカッドバトルで一番左側のね、弱いチームと戦うときに使う、シルバーと、銅だけで揃えたチームなんですが、最終的にはね、J リーガーだらけにしていこうかなと思います。積極的に自分で獲得することはせず、パックでたまに出てきたやつだけで揃えたいと思います。なのでね、ここら辺は、なるべくね、マグが積極的に動くってことはなるべくしないようにしております。ただ、積極的に動きたいなって思ってるのが、監督さん、なんですが、まさかと思うけど、日本の J リーグの監督っているのかどうかをちょっと今見たいっす。さあ、J リーグの監督さんっていらっしゃいますか？全員どうですね。へえ、こんな感じですね。あ、チーム名じゃないの？あ、チーム名のロゴがない。誰ですか、この人たち。K 猪木、藤原、ダニ、伊丹。岡崎。どなた？ え、何？まさかの、架空日本人ですか？これは。J リーグの監督までは入らなかったんですかね？これ、松島さんです。J リーグの監督は何入れられなかったの？それはなんかもうちょっと頑張ってよ。これ本当にどなた？ これどなた？すごいのがいるけれど。あ、そうなんだ。J リーグの監督さんってのはいらっしゃらないんですね。そこはちょっともうちょっと頑張ってほしかったな。ってことは監督ってのはそういう扱いなんだ。はい、どうも、マグマグマグロンと申しまーす。はい、現在は、10月15日、月曜日でございます。報酬が出てるので、パックを引きたいと思います。ねえ、無課金一人用のマグにとってはね、この報酬が唯一の楽しみ。平日、毎日、4試合ノルマをこなしてまいりましたが、さあ、ゴールド1は確実にキープだと思うんでね、上、変わ、なんだろう、昇格してるか、降格してるかの、
ドキドキ感は全くないですね。もうゴールド1でしょう。はい、ゴールド1完了。さあ、今回もらえるのが1万1000コイン。レアゴールドパック。なんだ？なんだ？プライムミックス。あれは選手？選手？プライムミックス選手ですね。で、プレミアムゴールド選手。そして、イチ・ロドリゲスがもらえるって書いてあって、私はハメスって言ったんですけど、誰ですか、こいつは。誰ですか、このロドリゲスは。ハメスじゃないじゃないですか。これは、事前に情報があったらみんな騙されてないのか。マグだけかな、騙されたの。まさかのね、ケビン・ロドリゲスさんだそうです。ハメスじゃねえでやんの。まあ、初めての黒なんで、使ってあげましょう。トレード不可なんで使うしかないんだけどね。何ですかこれは。注目のチーム、ジャングル。FC ジャングルさんです。プロってことこれ。誰これ。誰こいつ。 なんて失礼なこと。プロフィーファーですかね。わかんないですけど。調べもしないですよ。はい、というわけで、もうやることは、今回はこれでもう今日の動画終わりなんで。はい、パック。中身見せてください。はい、マグが引けるのはこの3枚だけ。ちょっといつもわかんないのが、このレアリティの順番がわからないんですね、マグはね。ちょっと見てみますか。ゴールド1を引いたんだよね。この順番だと思うんだよね。プレミアムゴールド選手パックが一番上なんだから、多分この順番だと思うんですが、いかがでしょうか。プライムミックス。わかんねえや。まず、ジャンボプレミアムゴールドパックってのは、選手消耗品レアも含むと。で、プレミアムゴールド選手は、ゴールド12人が確定でレア3人なんだね。で、こっちは？レア6人。こっちなんかねえかな。プレミアムゴールド選手ってのは、59%の確率で80人もらえるんだ。あ、結構高いんですね。プレミアムゴールド選手。これか。あ、じゃあこれの方がいいんですね。じゃあこれ最後にしよっか。じゃあこっちから行きまーす。まずは、アイテムとかもいっぱい入っているこのジャンボプレミアムゴールドパックから引きます。いいんですよ、これで壁ドンが来ても。いいんですよ。マグにはあまりお目にかかれてないので。あー、開かない。誰だ、お前は。ダニーロ。レスター？シティ？それどこのマークだった？今一瞬 見逃したけれども。マンチェスターシティの右サイドバックダニーロです。マスアク。でもイヘアナチョは使ってあげようかな。価格を比較する。大体どれぐらい？なんか、だいぶがっかりな感じですね。 だいぶがっかりでしたね。じゃあもう全員うちに来なさい、うちに。もう誰かわかんないやつがかぶるっていうね。で、このプレミアムゴールド選手パックの方が面白そうなんで、こっち行きますか。プライムミックス選手パック。これの場合、レアが6枚入ってるんですが、シルバーとブロンズばっかりにレアが固まる可能性もあるわけだ。じゃあこっち行きます。プライムミックス。でも、それでもいい選手来てほしい。壁ドンぐらいは来てほしい。来ないかな。来ないんだ。ガヤ。バレンシアの左サイドバック。
でも80超えなかったってことはな、いまいちだな。あ、レア1枚しか来なかったじゃん。あ、でもウイルシャ超嬉しい。あ、これはもうマグの中のレア。うわ、ウイルシャ来た。ジャウメコスタ。なんて読むの？コリッチ？いくつだよ？若すぎるだろ。ドイ。アントラーズの選手も取りましたよ。はい、こんな感じでした。まあね、期待はしてないですけど、一応値段は見させてもらってね。あ、やべ、行っちゃった。またまた出品しちゃった。まあもういいか。どうせ使わないだろう。なんか俺ボタン間違えた俺今。あ、アイテム出品するにしちゃったのか。俺ここ押したつもりだったんだけど。まあいいや、行ってらっしゃい。あ、ウィルシャーもそんな高くないんだよ。はい、じゃあ、そういうわけで、プレミアムゴールド選手パック。これが唯一の楽しみ。壁ドンは確定でしょう。問題は、歩いてきてくれるかどうか。約4%の確率で歩いてきてくれます。歩いてきて。はい、違いました。壁ドンもねえのかよ。ひどいよ。ひどいよ。これが唯一の楽しみなんだから。壁ドンすら来ず。そして80以上来ず。ひど。うわ、これはひどいわ。最悪。これもしかも、あれですね、価格を見るまでもないですもんね。売れるわけがないみたいな。二束三文ですよ、こんなのは。しかも知らねえな、ほとんど。ああ、ああ、ああ、まあいい、いらっしゃい、いらっしゃい。獲得はしてあげよう。はい、というわけでね、だいぶ残念な感じになってしまいましたが、今回のマグの結果がこちらでした。はい。というわけで、今回は、爆死。というわけで、終わってしまいました。で、次回はね、まあ、ちょっと編成チャレンジを、ちょっと、さらっとやってみたいのと、あとは何だろう、少しぐらいね、やっぱり、ちょっと、難易度を上げたいということもあって、練習、ちゃんと練習をする。そういうのを差し込んでいったり、すると、思います。でね、できれば、あれかな、もうちょっとね、いいレアの選手が取れたらね、売るってのもやりたいですよね、ちゃんとね。さっきみたいに、コントローラーの操作ミスで売ることになっちゃうようなやつじゃなくて、ちゃんとね、ちゃんとレートを見て高い選手が来たら売るっていう、そういう感じですよね。そういうのもやりたいですね。で、転売に関してはね、詳しい YouTube で上げている人たちがいっぱいいるんでね、それは取り上げることはないとは思うんですが、転売はね、いずれ、もうちょっとコインが少なすぎるんでね、ちょっとパックでいいの引いてコインを一気に増やしてから転売とか考えたかったんだけど、コインが増えないってことで 元手がね、ないんでね、ちょっと今はしょうがないですけれども、頑張っていきたいと思います。ではでは今回はこの辺で、また次回お会いしましょう。じゃあねー。はい。残念。爆死ということで終わりました。